はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回は真犯人フラグの第3話について話したいと思います。はい、今回は、失踪というか誘拐か、いなくなった家族をね、探している西島秀俊さんの前に娘の、彼氏が現れるという回でした。ね、なんか犯人かと思いきや、ね、娘さんの彼氏だったということで、ね、西島秀俊さんもびっくりみたいなね回でしたけども、はい、今回はね、娘さんのね、スマホとか見つかって、そして奥さんの指輪が見つかったと、ね、これあれですね、犯人は宮沢りえさんっぽい感じですかね、これはね。3人同時にいなくなるっていうのはね、どうなんでしょうね。なんかね、ホームページみたいの見るとまだね、なんか出てきてない人物みたいのもね、いるんでね、なんか顔が黒く塗られてる人もいるんで、その辺もね気になるところですけど、生駒ちゃんなんかもねちょっとずつ出てるけど、大体何でもなさそうですよね。ちょっとだけ出るっていうね、怪しさ出してるけどね、まあ、こういうのはあれですよね、怪しそうな人ほど違いますもんね、どうなんですかね。まあね、今回は渋川清彦さんも出てますしね、いや面白い、これはなかなかいいですね。西島さんもなんかすごくいいですね。さすがですね、売れている俳優さんって感じですね。ね、最初芳根京子さんもちょっと怪しいかと思いましたけど、だんだん怪しくなくなってきてるんでね、あ、だからこそ怪しいのかみたいな、いろいろ考えてしまうこのドラマはね、みんなで犯人探すやつですからね、これは楽しみですね。はい、そんな感じで、次週はなんかね、保険金をの受け取り人がね、西島秀俊さんだったみたいなのが出てきて、さあ大変みたいな回みたいですから、その辺も面白いですね。はい、次週楽しみです。はい、私は新しいねシングル、新しい曲も出てますんで、皆さんぜひご購入お願いします。下の方にありますんでね、ぜひお願いします。そして LINE 公式アカウント D のジザワイズのがありますので、登録していただけると1週間に一遍ぐらいの、月4回ぐらいかな、情報がいきますんで、ぜひ登録していただけると嬉しいなと思っております。はい、まあそんな感じで、ね、冬が近づいてきましたね。冬はあれですよね、服が本当楽しいですね。もうね、私も冬に向けてのね、だんだん整ってきましたよ。いやー冬はいいね、ガージャンがあるから冬は楽しいね、そんな感じで、この番組では音楽、ドラマ映画などについて、ガージャンなどについてね話しますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイ。